ってない気がするな。これだわ、これだわ。さすがにこれはわかりやすいわ。広くて難しいね。あ、あ、びっくりしたー、びっくりしたー。いやー、ラインナップも多分変わってないと思うしな。ここが全部あのめんつゆとかになってない限りは異変じゃないと思うし。え、電話出る？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 どうする？わかった、出るわ。じゃあ出ましょう。じゃあ出るよ。はい、F。はい、暗くなった。え、まただ！またお前か！またお前か！ちょっと待って、ちょっと待って、カニと目玉両方来た、カニと目玉両方来た。ESCM。 ちょっと急に来ると、急に来ると、急に来ると操作ができないの。バカー、バカー、お前動くんかよ。せっかく今のプロジェクト順調で全部終わらせたはずなのに、どんどん仕事追加される。ちょ帰りてー、帰りてーよ。わかる。せっかく家でみんなが待ってるのに、今日も帰ることができなかった。うん、大変だね。帰りてー、帰りてーよ。うん、なんで帰宅途中に呼び出されるんだよ。あ、帰宅途中に呼び出されたの。ようやく家に帰れると思ったのに、電話かかってきて仕事仕事と呼ばれる。意外と長いね。帰りてー、帰りてーよ。でよな。やっと帰れると思ったのに、仕事追加された。あ、追加された。帰りてー。帰りてーよ。わかる。せっかく今のプロジェクト順調で、うん、全部終わらせたはずなのに、うん、どんどん仕事追加される。それはプロジェクトが終わったってことは、余力があるって判断して、リソースを無駄にしないためにね、多分振ったんでしょうね。今日も帰ることができなかった。うん、帰りてー。帰りてーよ。辛いね。なんで帰宅途中に呼び出されるんだよ。わかるじゃね。これは異変ですね。こんなことが現代であるわけがない。こんなブラックなことが現代世界にあるわけがない。これはフィクションですね。これはね異変ですね。さっき。おい。そうはならんやろ。そうはならんやろ。聞き毛発散し始めた。もう、こうなる前に休息を与えないから、会社くんがこうなる前に休息を与えないから。フラッシュモブかな。なんかちょっとだけ表情イキイキしてるもん。ちょっとだけ表情イキイキしてるもん。会社に残り7日目ぐらいの社畜さんじゃん。いやいやいや、毎日残業3時間やってたら1週間目くらい私こうなりますからね。新橋の日常悲しい。いやー、気持ちはわかるよ。これを異変と片付けたくないけど異変なんだよなー。